右のサイドバックの酒井がすごい勢いで飛び出していきました。長いボールを前に送ります。酒井が頭でつくフリック、そしてボールを拾って酒井がその前で途中でカットする。大前元気、そのまま大前が2人をかわしていきました。そこでスイッチ、早い展開でクロスボール、早くもシュート、キーパー先制、最初の攻撃がすなわち先制点に結びつきました。いや早かったですね、本当に、ね、早くてマクラーレン低いボールだったんですけどね、最後はマテウス見事に決めたヘディングシュート、キーパー触りましたがネットを揺らしてゴールイン。まあ、今日はこれ南がキーパーなんですが、うん、最初のプレー、ね、これ中西さん改めて相手に渡すことなく、はい、うん、自分たちでずっとこれアクションを起こしてた、そういうことですよね、ここからいいボール来て、はい、マテウスのこのスリッピーなグラウンドを利用したいいヘディングでしたよね、半身でね、はい、首をちょっと振りまして、うん、でこれ南にしてみると嫌なバウンドが来た。